シャバリアはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻、艦名はゴッドフリー・シャバリア少佐にちなむ。シャバリア少佐は1922年10月26日に空母ラングレーに初めて着艦した海軍パイロットであったが、その直後の1922年11月14日に航空事故での負傷が元で殉職した。シャバリアは フレッチャー旧駆逐艦の第一期発注艦の一艦としてメイン州バスのバス鉄工所車で1941年4月30日に寄港し1942年4月11日にシャバリア少佐夫人によって浸水艦長 E.R. マクレーンジュニア少佐の指揮下1942年7月20日に収益し太平洋艦隊への配属が内定する 収益後、10月3日から12月11日までの間は、バミルダ諸島とノーフォーク間の沿岸部を航行する、タンカーなどの輸送船団の護衛に2度、北アフリカ戦線への増援部隊の護衛に一度従事、する。12月17日、シャバリアは、ノーフォークを出港し、1943年1月22日に、ニューヘイブリディーズ諸島、エファテ島に到着する。 1>, 1月27日、最末期となった、ガダルカナル島の戦いに加わるロバート C ・ギフェン、少々率いる、第18任務部隊の一貫となったシャバリアは、エファテ島を出撃。1月29日夜から1月30日にかけて、起こった、レンネル島沖海戦では、対空砲火を撃ったものの、従順洋艦シカゴが度重なる魚雷の命中を受けて、沈没した。 シャバリアは警戒しながら交代し、エファテ島を経て2月14日にエスピリットサント島に帰島した。5月4日、シャバリアは3隻の総海駆逐艦、ガンブル・ブリース及びプレブルを駆逐艦ラドフォードと共に護衛してエスピリットサント島を出撃。3日後の5月7日夜、シャバリア及びラドフォードと総海駆逐艦は、 コロンバンガラ島とその南隣のアルンデル島の間にあるブラケット水道に到着し少なくとも250個以上の機雷を付設して全速力で退散していった。ブラケット水道はコロンバンガラ島への日本海軍の東京急行がしばしば利用していた。果たせるかな、翌5月8日、コロンバンガラ島に親しを黒潮を呼びかげろうの。 第15駆逐隊が到着し、輸送任務を終えて、ブラケット水道に入ったところ、三隻は相次いで、植雷して、黒潮は強鎮し、親潮と影ウは、航行不能となる。その様子を伺っていた、コーストウォッチャーズから、ソロモン諸島方面航空部隊に通報され、SBD ドーントレスを繰り出して、航行不能の親潮と影ウを撃沈した。 5月11日と5月14日には、ニュージョージア島ビラへの艦砲射撃に加わり、また、クラワンへのライ布設の支援を行った。6月28日、シャバリアは、エスピリットさんと島を出撃し、ニュージョージア島のライス白地に向かう。ビラ及び、ムンダ方面の日本軍の動きを封じるための、上陸部隊は、日付が7月5日になる前の真夜中に、 ライス白地に到着して秘密裏に上陸。その間、シャバリアは、ビラとバイロコへの砲撃を行った。シャバリアが属した、ウォルデン・エルエインズ・ワース少将の第36.1任務軍は、単純陣でバイロコへの艦砲射撃を行っていたが、そこに、第3水雷戦隊からの、東京急行、長月、さつき、新月及び、夕凪がやってきた。 長月以下の駆逐艦は、第36.1任務軍を発見すると任務を、輸送から戦闘に切り替え、魚雷を発射して去っていった。間もなく、その魚雷のうちの一本がストロングに命中し、航行不能に陥らせた。シャバリアはストロングに接近し、241名の生存者を異常させた。バイノコの暮第6特別陸戦隊がこの光景を見て、 戦艦伊勢せ、日向から下ろした14センチ砲で砲撃を行って、ストロングに3発命中させると、オバノンがこれに対して反撃に出た。シャバリアは1時22分にストロングから離れ、その後ストロングは搭載爆雷が爆発して沈没した。シャバリアの艦視は、 ストロングに接近した際に接触して10個ほどの穴を開けて2フィートほど裂けたが、喫水船より上だったため戦闘能力に問題なしとされた。ただ、この損傷の修理とストロングの生存者上陸のため、第36.1任務軍から外され、7月5日夜から6日、未明のクラワン野戦には参加できなかった。7月8日、 シャバリアは修理のためスピリトゥサント島に帰島した。修理は7月22日には終わり、シャバリアは8月14日までソロモン海域で紹介や護衛任務に従事する。8月15日、セオドアエス・ウィルキンソン少将率いる第三水陸両用部隊がベララベラ島への上陸作戦を行い、シャバリアはその援護に当たった。 ベララベラ島へのアメリカ軍上陸の法を受けた。日本軍は、急遽、ベララベラ島に、陸軍部隊と、海軍陸戦隊を送り込むことを決め、ベララベラ島へ、移住院松次大佐率いる、第三水雷戦隊主体の、東京急行を走らせることとした。アメリカ軍はこれを察知し、第三水陸両用部隊の護衛に当たっていた、トーマス・ J ライアン大佐率いる、 第41駆逐軍をベララベラ島近海で紹介させた。8月17日夜、第41駆逐軍と第3水雷戦隊はベララベラ島北方海域で交戦したが、短い戦闘時間の末に両部隊とも引き上げたものの、第41駆逐軍は、苦戦特務艇2隻と大発動艇関西水雷艇各1隻を撃沈して、 決して手ぶらで帰ることはなかった。この海戦を第一次、ベララベラ海戦という。海戦の後、シャバリアは8月29日にエスピリトゥサント島に戻り、9月に、入ると、シドニーへの戦団防衛任務を行った。ベララベラ島の日本軍は、アメリカ軍と、交代で上陸してきたニュージーランド軍に押しまくられ、その運命は時間の問題と考えられるようになっていった。 そこで、第3水雷戦隊を派遣してベララベラ島から部員への撤収が急遽行われることとなった。アメリカ軍は日本軍の動きを偵察機の報告で察知して、フランク・アール・ウォーカー大佐率いる第4駆逐部隊を撤退作戦の阻止のためベララベラ島近海に派遣する。10月6日20時30分頃、第4駆逐部隊はレーダーで、 第3水雷戦隊を探知し、約30分後に一斉に砲撃を開始して同時に、魚雷も発射する。敵味方の判別がつかず先制攻撃を受けた第3水雷戦隊であったが、すぐに魚雷を発射して反撃。遊雲が集中砲火を浴びて火災を起こすが、21時1分。 その遊雲モが発射した魚雷のうちの一本がシャバリアの全部に命中し、シャバリアは航行不能となる。シャバリアの後方にいたオバノンは、急激に動きを止めるシャバリアを確認して回避しようと、したが、シャバリアのエンジンルームに艦首を突っ込んで損傷。オバノンは、シャバリアから少し離れた後、救命ボートを下ろして、シャバリア乗員の救助に取り掛かった。 第四駆逐部隊は、シャバリア高校不能、オバノン損傷で残るは、機関セルフリッジだけとなり、そのセルフリッジも、しぐれと、サミダレからの魚雷が、艦首に命中して、鼻先を失い退却していった。遊雲も撃沈したとはいえ、シャバリアの状況も、絶望的で、最終的に放棄と決まった。ここで、第四駆逐部隊の応援のために駆けつけたものの、 海戦に間に合わなかった、h オーラーソン中佐の第42駆逐軍が合流し、ラ・バレットがシャバリアに対して、魚雷を発射し、処分した。艦首部のみは浮いていたが、翌日爆雷を使って沈められた。シャバリアは1名の士官を含む54名が戦死し、負傷者36名を出した。この一連の海戦を、第2次、ベララベラ海戦という、 開戦後の後日談として、遊具モの機関部員の生存者がシャバリアのものと思われる救命ボートをぶんった。やがて魚雷艇が接近して異常をするよう命じられるも、威嚇した末追い払った。救命ボートは1日半経ってから部員に到着し、第8艦隊司令官、サメシ島具住中将に、遊具モは、行方不明、全滅と聞いたが、敵のボートをぶんって帰るとは、 よくやった。ご苦労と称賛された。シャバリアは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。